ガンダムシードのかがりさん、本編を見直すとキラナミにお辛い目に遭っている、についてみんなの反応集、ではどうぞ。試し見直したら辛い立場だった。かがりは今泣いてるんだよ。キラくらいひどい目に遭ってる。基本的に種も種子もかがりにとっていいことってあんまりないからな。議長にはお姫様と相手にされないで、ザフトのクソガキには父親含めけなされて、オーブでの権限は他の家に取られかけてて、支えだったアスランはどっか行くし、クソ雑なタイミングで指輪を渡す男、国のためにと政略結婚をしようとする。どっか行ってたアスランはザフトにいるし、なんならオーブ軍と交戦してる。あったらあったで何やってんだお前と心ない言葉を浴びせられる。プラントとのパイプ役やるからと交渉しに行って FAITH の権限もらって帰ってきたアスランを、核発射の地雷踏んだ連合と手を組んだ上に追い出して、戦場にキラともどもよくわからん乱入されればアスランも切れるだろう。キラはキラで今のかがりがオーブに戻ったって何もできないよってさらっととどめを刺す。アスランはなんでかがり放棄してザフト行くのさ。ミニスカ巨がいたら行くしかあるまい。俺だってそうする。かがりが目の前でユーナに奪われるのを破壊に耐えられなかったので、自分にできることをしたいとアスランとしてのコネを使いザフトに情報収集しに行った。キラからすればアスランはかがりの心の支えだから、かがりのそばを離れるのは責任放棄。かがりの方はアスランが正義感強くて義を見てせざるハイサムなきなりなやつだと知ってるから、むしろ誇らしく見送った。あからさまにかがりがユーナに粉かけられても、今の自分のオーブでの立場では何もできずみたくなかったっていう辛さもあったと思う。そやキラも切れてバラバラにする。かがりは今泣いているんだ。彼氏のくせになんで恋人優先しないの？なんで相談もせずザフトに復帰した？オーブが撃たれるのしょうがないってよく済ませられるね。かがりが何かやったところでもうどうしようもないってことも、かがりが力不足だから悪いってこともわかるけど、それはそれとして妹見捨てられるわけないからダメ元であがくね。アスランはドライだね、切り刻むね。いや、ユニウスセブン落下事件に対して連合は核報復したりとやりすぎだろ。そしてその連合に協力するオーブはおかしいだろ。国にいたくせに何やってるんだ。かがりが未熟だってことは初めからわかってるから、アスランが常に側にいなきゃダメなんじゃないか。アスランは天下国家のことを考えて動くからな。だが所属する組織をことごとく間違えるのだ。アークエンジェル組は正しいというか、あや氷山泊的な緊急避難先であって、主義主張らしいものがないので、アスラン的には物足りないんだろうな。で、失敗してはやっぱりダメでしたの繰り返しになってしまった。アスランの問題はザフト入隊までは少しやりすぎと言っても、これ以外で手っ取り早く権限もらえる方法はないけどだったことと、かがりの折れやすさのことまではそこまで考えてなかったことくらい。あとはまあ大体間が悪かったくらいで。もともと力だけでも思いだけでもって話があるからね。かがりは思いはあったけど力が足りなかった。だからスーパーコーディネーターの弟が頑張るね。かがりですら力不足て。だって何にも勉強してないのに国家元首にされたんだもん。本来いろいろ引き継がないといけないのに爆破しちゃったからね。理想はかがりがなんとかしろだけど、具体的にかがりがどうなんとかすればいいかとか、そんな力ありませんだから、オーブは初めから積んでるんだ。キラたちが何やっても無駄だろってつもりで戦場に介入しても状況悪化しようがないくらい最低限な状況だから、何もしないよりは何かした方がまだマシで。指輪までもらってプラントに送り出したのに戻って小図敵として現れ、最後には女連れで戻ってきた。こいついっつも泣いてんな。心で繋がってるとはいえ、市場より国を取るあたり真面目だなぁと。セイランだけでも相当クソだったのに、各種スピンオフで他の種族も同等にクソってことが分かって、他の種族はやり方はどうあれちゃんと自分で責任取るか罪滅ぼしするからだいぶマシ。何かいつの間にかアスランに逃げられるし、オーブもやべえことやって積んでるし、
アスランとカガリはお互いに相手を高く評価して尊敬しすぎなのでは？カガリ、アスラン、あいつは強いから大丈夫だ。で、劇場版で強くなったカガリを見たいわ。もう政治は入りしたから前みたいにモビルスーツでドンパチすることはないんだよな。シュモタネシもカガリのパイスー姿結構好きなんだけど戦闘シーンなさそうだね。ガンダムである以上政治枠になると活躍自体が難しいからどうなるやら映画。何かオープニングでジゴみたいな格好してる。和解できたのかな？しんちゃんはのほほんと上に立ってくれるキララクスとは本当にうまくやれそう。逆にカガリとアスランには好きあらば強烈な煽りをぶち込んでくる。シンが憎悪してるのは国巻き込んで自爆したお父様の方だろうし、ギリギリカガリとは和解できないこともないかな。シンが本当に憎悪してるのは理不尽な暴力と何の力もなく家族を守れなかった自分の方なんで。意外とカガリとシンは相性いい気もする。お互い葉っぱかけ合えそうだし、オーブ大好きなのは共通だし、間違ってることには忌憚なく言い合えそうだし、メンタル弱ると一瞬で強依存になるか破綻する可能性も高いけれど。いきなり戦闘機体に突撃して戦いをやめろう。で本気で止まると思ってるのは真にバカじゃないかと言われても仕方ない。けどそうでもしないと止めれないぞ。せめて、俺の歌を聴けー。だったら止まるかもしれないのに、なぜかそれなら止まる気がすると一瞬納得してしまった。実際どっちがどっちなの？写真がキラの名前が先だから多分キラ。カガリは自分が姉だと言い張ってるがキラは言及してなかったような。粗雑に処分されるオーブ首脳陣とついでに死ぬ家族。キラは割とラクスに尽くしてるから妹の恋人のはずのアスランがあんな感じなのに対してキレるのはわからんでもない。なんだかんだ言って唯一の血縁者だしな。カガリそれにキラと違ってカガリは親も死んでいないし孤独といえば孤独だもんな。これはラクスとアスランもそうだがあれ？キラてもしかして恵まれてる？カガリは本当に踏んだり蹴ったりだよね。劇場版でシンとカガリの絡みはないかな。シンが和解すべき相手はキラよりカガリだった。シン、カガリは俺の恋人だ。メイリンは今泣いてるんですけどいいんですか？今回は以上になります。このチャンネルでは機動戦士ガンダムについてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。